こんにちは、なおです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから。はい、出ました。ガンダムビルドメタバースに登場したティフォ・エウス・ガンダム・キメラでいいんでしょうか。こちらのキット購入してみました。いやー、この厚さ見てください。めちゃくちゃでかいですね。まあ、年末向けの大型商品ということらしいんですが、いや、迫力ありますね。こんな感じなんですよね。ちょっと見てみましょうか。オープン。はいと、こんな感じでパーツがぎっしりと詰まっていますね。ランナーをね、見ていきたいと思うんですが、この台座すごいですね。おそらく専用の台座だと思うんですが、台座でかいな。で、さらにこちらランナータグを見ると見えますかね。 HG144 分の1長距離輸送ブースター区間3型って書いてありますね。これはね、鉄血のオルフェンズに登場したバルバトス用の追加ブースターみたいな感じのやつですよね。まあ、ビルド系なんでね、何かと何かをこう合わせて改造したみたいなキットになるんですかね。はい、ちょっとわからないんですが、クタン3型のキットが流用されてるみたいですね。そしてこの黒いランナーはラファエルガンダムって書いてありますね。 00 の劇場版に登場したあのガンダムですかね。それのランナーが丸ごと入ってますね。そしてくるっと回すと、はい、このランナーはね、一見オリジナルに見えるんですが、ランナータグを見ると HG144 分の1サイコガンダムマーク2って書かれてるんですよね。このキットの完成品の写真が出た時にね、めちゃくちゃ話題になりましたよね。そうなんですよ。実を言うと、このキットの腕、サイコガンダムマーク2の腕なんですよね。ということは、ついに出るっていうことですよね。いやー、これはやばいですよ、本当に。ただね、先日発表された2024年4月から6月の新商品の中には HG のサイコガンダムマーク2の名前はなかったんですよね。なので、もうちょっと先になるのかな。いやー、ちょっと待ち遠しいですね。いや、それにしてもすごいボリュームですね。さすが年末商戦向けの商品。完成イメージというかね、イラストはこんな感じなんですよね。かっこいいと思いますね。クタン3型とラファエルガンダムとサイコの腕を組み合わせたらこんな感じになっちゃうんですね。いやー、すごいな。かっこいいな。はい、次へ行きましょう。続いて購入したのはこちら、よっこいしょと。はい、ちょっとね、たくさん買ったのでまとめて紹介したいと思います。こちらはタミヤの戦車ですね。はい、そしてこれは青島の車のキットですね。ランボルギーニカウンタック LPI804 ですね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね、カウンタック。そしてイニシャル D に登場した RX7 と、あと86ですね。これはレクサスの LFA という車ですね。はい、特に新しいキットってわけではないんですけど、いやー、めちゃくちゃかっこよくないですか。ちょっと見てみます。よっこしょっと。中身はこんな感じですね。で、ボディがこんな感じであって、で、標準でね、エッチングパーツも付属します。いやー、ホイールめちゃくちゃでかいな。さすがスーパーカーですね。さらにこのカウンタックなんですけれども、こちら、はい、すでに仮組みしております。こんな感じですね。スケールは32分の1なので手のひらサイズですね。まあ、24分の1と比べるとかなり簡略化されてるんですが、見た目はすごくいいですよね。まあ、ガンプラで言うと HG みたいな感じなんですが、シールとかをね、貼れば綺麗に仕上がるっていう感じになってますね。はい、そしてこちらはタミヤの戦車ですね。自衛隊の16式機動戦闘車っていう戦車ですね。まあ、履帯ではなくてタイヤなんでね、あんまり戦車っぽくはないんですが、
組み立てたのがこんな感じですね。はい。いやー、これもね、32分の1の車と同じくらいのサイズで、なかなかね、お手頃でいいんですよね。すごくね。はい。サイズ感っていうんですかね。小さいんだけど、すごく精密で、めちゃくちゃリアルなんですよね。はい。続きまして、今月もあそこからあの箱が届いてるので、開封していきたいと思います。はい、出ました。今月はちょっとちっちゃめな感じですよね。早速開けていきたいと思います。よいしょー。これは、よっこいしょと、はい、出ました。ガンダムアーティファクトですね。まあ、この商品、プレ版限定ではないので、スーパーとかの食玩売り場とかに行けば置いてあるんですが、なかなかね、自分が欲しいものが手に入るとは限らないんですよね。人気のやつはね、すぐに売り切れてたりするので、やっぱりね、箱で買うと安心しますね。はい。さらに、こちら。まあ、スーパーには行かないとか言ってたんですが、スーパーでね、買ってきたものもあります。とりあえず4個買ってきたんですけどね。ザク2つと、あとパラスアテネと、スーパーガンダムですね。いやね、ガンダムアーティファクトも、ついに第4弾ですね。このシリーズはね、結構人気があるので、どんどん続いていくでしょうね。まあね、今後期待したいのは、大型キットですかね。さっきも出てきたんですが、サイコガンダムとかね。はい。そしてまだまだありますよ。よっこいしょと、はい、出ました。こちらもプレ版限定ではないんですが、確か福岡のガンダムサイド F ですかね、そちらで販売されたものがガンダムベースオンラインでも発売されたので、そちらを購入したっていう感じですね。はい、ちょっと開けてみましょうか。このホビーハイザクは AOZ 版ということで、劇場版の機動戦士ガンダム逆襲の者に出てきたあのホビーハイザクとはちょっと違うみたいなんですが、カラーリングとかはね、ホビーハイザクしてますね。AOZ もね、私ちょっと詳しくないのであれなんですけれども、機会があればね、作ってみたいと思います。今月購入したキットは以上になります。続きまして、気になるあの商品のコーナー行ってみたいと思います。よっこいしょー。はい。今回は Ur-Life の HP キューブパワーエアブラシ&コンプレッサーセットという商品をレビューしていきたいと思います。はい、まずは開封していきますよ。まず出てきたのは日本語の説明書ですね。はい、次に出てきたのはホースですね。これはレギュレーターのパーツかな。後で詳しく見ていきたいと思います。よいしょ、はい、出てきた。なんか職人さんの道具入れみたいな感じ。この中にエアブラシが2本入ってますね。これも後でしっかりと見ていきますよ。で、よいしょ、こちらが本体ですね。しっかりと梱包されてる感じしますね。ちょっと箱を下ろして出しますね、中身を。よっこいしょ、はい、こんな感じ。いやー、なんかブラックでかっこいいですね。ここにメーカーのロゴが入ってますね。Ur-Life。ちょっと外観から見ていきましょうか。鉄のね、こうカバーがされてるので、結構コンプレッサーってね、熱を持つので、これでシールドされてるっていうのはいいですよね。まあ、外側から見えるのは、これがコンプレッサーの本体ですかね。それで、ここに電源スイッチがあります。ここにね、もうビルトインでレギュレーターがついてますね。しかも2つ。で、さらに、ここに圧力計も内蔵されてますね。でですね、まあ、こちら、裏側を見ると、なんと、ここにタンクがついてます。コンパクトなやつね。いやね、タンク、コンプレッサー、レギュレーター、メーターですね。一つにまとまってて、コンパクトでいいですね。上にはハンドルもついてて、こう簡単に持ち運びできるところもいいですよね。で、本体の他には、これも入ってたんですけど、これはエアブラシをここにつけるのかな？ホルダーですよね。こんな感じで多分エアブラシを立てておけるスタンドになるのかな？いやー、なんかオールインワンって感じ。すごい。で、付属するエアブラシはこんな感じですね。こちらと、
こちらですね。ちょっと反射防止のテープを貼らせてもらったんですが、エアブラシは2本付属して、1つは 0.3 ミリ口径で、もう1つは 0.2 ミリ口径みたいですね。で、こういう感じに2本エアブラシフォルダーにね、搭載することができます。かっこいい。ホースは2つついてますね。まあ一般的なコンプレッサーっていうと、コンプレッサーからレギュレーターまでホースで繋がないといけないんですが、これはもうあらかじめ繋がれている状態ですね。はい。それでこの2本のホースはというと、こちらとあとこちらにね、繋いでエアブラシに取り付けるためのホースだと思います。ちょっと取り付けてみましょうか。ホースをこちらに繋いで、で、もう片方の口をエアブラシに取り付けます。はい。セットアップはこれだけですね。めっちゃ楽。すごい。で、一つだけ取り付ける場合は、こちらにね、もう一個穴があるんですけど、もう一本エアブラシを取り付けない場合は、ここ蓋をしとかないと、こちらからエアが出てしまうので、一本しか取り付けない場合は、この蓋をね、しっかりと閉めておかないとダメですね。いや、これだけでいいんだ。いやーすごい、めっちゃシンプル。それであとはこれですね、電源ケーブルをコンセントにつなぐだけ。楽ちんだわこれは。はい、電源つないでみました。これで圧力を変えたいときはこのレギュレーターのレバーを引っ張って、右に回すと圧力が下がって、左に回すと圧力が高くなるって感じですかね。でここについてるメーターを見ながら圧力を調整しますね。まあコンプレッサーって基本床に置くと思うんで、メーターがこの上についてるっていうのはいいですね。こう見下ろす感じで見ると思うので見やすいですよね。この場所についてるっていうのはね。じゃあちょっと電源入れてみましょうか。スイッチオン。はい。はい。圧力が高くなるとコンプレッサーが停止しましたね。高圧の空気がタンクの中に今溜まってる状態だと思います。でこのタンクの中にある空気を使い切ったらまたコンプレッサーが動き始めるってことだと思いますね。なので自動起動自動停止っていうことですかね。はい、ちょっと吹いてみましょうか。いきますよ。シュー。お、すごい圧力、すごい。ほらと、お、やば、熱っ、熱っ、うわーちょ。いやー、これだけ高圧出ればいいですね。はい。ちょっと圧力調整して、シュッシュって出てる感じ。通常はこれくらいの圧力で吹きますね。で、ずーっと吹き続けると、はい。タンク内のエアがなくなると、今みたいに起動する感じですね。よしょっと。はい。次に、ちょっと実際にね、使用してみたいと思います。と、その前に、付属品、もう2つありました。ちょっと開けてみますね。あ、水抜き用のあれですね。バルブですね。これをコンプレッサーのホースと、とエアブラシの中間のところですね。ここに取り付けると、ホースからコンプレッサーの間に溜まった水ですね。これがここの中にね、溜まるので、こうエアブラシの中に水分がね、入っていかないっていう装置ですね。空気をね、圧縮すると水分が出てくるんでね、高圧のコンプレッサーを使う場合は、こういう装置必須になりますね。これが標準で付属するっていうのはありがたいですね。はい、装着するとこんな感じですね。で、ここにホースを装着すると、この水抜きバルブを取り付けると、こういう感じにね、グリップにもなるんですよね。なので、持ちやすさもアップすると。はい、それでは塗装の準備するので、一旦お別れです。はい、準備ができました。今回は、このパーツにサーフを吹いてみたいと思います。おお、いいですね。圧力もすごい余裕がある感じしますね。結構絞って吹いてるんですが、もう十分って感じですね。はい、サフ吹き完了でございます。いやー、特に何の問題もないですね。バッチリ吹けました。まあ、サフがバッチリ吹けるんで、塗料もね、問題なく吹けると思います。はい、最後に一つお伝えしておきたいことがあるんですが、この Your Life のコンプレッサーエアブラシセットなんですが、なんと
18ヶ月のメーカー保証がつくんですよね。私の使ってるタミヤのコンプレッサーなんて半年ですからね。1年半の保証がつくなんていうのはすごく頼もしいですよね。まあ、コンプレッサーってね、安い商品ではないんでね、アフターサポートってやっぱ大事だと思うんですよ。なので信頼のおけるメーカーからね、できれば購入したいですよね。あ、そうだ、最後にもう一つお知らせがあるんですよ。この動画の公開と同時に Amazon の割引クーポンを発行してもらったんですよね。なのでこの商品がいいなと思った方はぜひそのクーポンを使ってもらえればと思います。クーポンコードは動画の概要欄にあります。はい、続きまして工具消耗品関連行ってみたいと思います。はい、出ました。これは何かというと、マスキングテープなどを円形にカットするサークルカッターですね。ちょっと独特な形をしてるんですが、中身見ていきましょう。海外の製品なんですが、結構箱がしっかりしてますね。豪華な感じ。はい、こんな感じでスライドすると、おぉ、いきなり取扱説明書、全部英語ですけれども。で、結構厳重なパッキングですね。はい、出てきたのは、なんかハードケース、すごいな。よいしょっと。はい、開けると、こんな感じの QR コードで、ドン。ゴージャスですね。なんか見た目がね、めっちゃ高級感ありますね。これがサークルカッターか。サークルカッターって言うと、こんな感じですよね。なんかコンパスを改良したような感じのサークルカッター、一般的だと思うんですけど、いや、これはね、なんかすごいですね。はい。この円の中をカッターが回るのかな？取り出してみます。うわ、重たいわ。この重量感ね、すごいな。刃はついてないですね。ここにはね、取り付けるのかな、自分で。これがこういう感じでね。多分ここが持ち手だと思うんですけど。いやー、めっちゃスムースやわ。すごい。このスムース感は、おそらく、ベアリングが入ってますね。いや、スムース。スムースよ、これ。ちょ、矢印がここに書いてありますね。なので、こっち向きに回せっていうことですかね。で、この丸で多分サイズを決めるんでしょうね。これでね。これが1センチかな。あと中を見てみると、これ、カッターかな。これが、滑り止めのシートかな。多分、これ、ここに貼るものだと思うんでね。貼りますか、最初に。よいしょ。はみ出て、うわ、ちょっとずれてるわ。まあ、でも、しょうがないかな。はい。で、これを抜く。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。ちゃんとね、こう、バッチリ。これつけたら滑らない。で、おそらくこれがカッターですね。刃物なので当たり前ですけど、方向があるからね。この方向を多分調整しないと、うまく切れないんじゃないかな。うん、こういう感じかな。ね、進行方向にしっかりと向いて。カットしてくれるかな。ちょっと一度やってみましょうか。で、用意するのはこちら。ガラス製のマットね。と、あと、マスキングテープ。ちょっと大きめのやつですね。さあ、運命の瞬間。綺麗に切れるのか。よいしょ。1センチだから、この辺りでいいかな。はい。いきます。ゴー。おーっと、切れてる、切れてる、切れてる。あ、1センチだから、1センチに合わせると、外径が、半径が1センチだから、2センチの円が切れるのね。はい。おお、すごい。ちょっと下のガラスまで切りそうだわ。さあ、うまく切れてるのか。どうだ、ちょっと変なとこ剥がれないね。どうだ、よいしょ。おお、素晴らしい。すごいわ。しかも何これ。完璧じゃない？よくね、コンパスカッターで切ると、ここのね、支点とね、終点が合わないことって結構あるんですよね。だけど、これは、見た目、完璧ですね。ちなみにね、この、普通のカッターで切ってみましょうか。こんな感じでね、ちょっとね、ずれちゃったりするんですよね。難しいんだよね、このコンパスのね、やつっていうのは。ただ、これは特に何も考えなくてもめちゃくちゃ綺麗に切れますね。すごいわ、これ。ただ、これは半径を合わせるんだね。だから1センチの円を切りたい場合は5ミリに設定しないとダメ。5ミリに設定して、もう一回やってみましょうか。さあ、来い。
なんかね、ガラスが切れる音がする。怖い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 。大丈夫か？ガラスが円形に切れそう。切れました。さあ、結果を見てみよう。バッチリ。わあ、こっち見てください。コンパスのやつでやったやつ、ちゃんと切れてないもんね、これね。だから剥がした時に、こんな感じになっちゃってるんだけど、こちらのカッターで切ったものはもう、完璧ですね。これはもう、言うことなし。すごいわ。剥がしてみましょうか。ちょっと、ガラスが、うわ、やっちゃってるわ。やっぱりね、下のね、ガラスまで切っちゃってますね。うん、これはガラスのマットは使わない方が良さそうですね。ただし、このサークルカッターはもう完璧かな。言うことないな。これが買ってよかったランキング1位かもしれない、もしかしたら。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。